いつもご視聴していただきありがとうございます。今回は鉢植えレモンの花器の手入れを行ったので、その様子を見ていきます。剪定は枝を切り詰めすぎず、樹形を整える程度にして、枯れた枝や不要な枝を取り除きました。不要な枝や枯れた枝の剪定から始めていきます。台木に空立ちを使用して接ぎ木をした場合は、空立ちの樹勢が強いので台木部分から枝が勢いよく伸びてきます。このような枝は養分を吸収する力が強いので剪定します。根元に近い枝も病原菌や害虫がつきやすくなったり、風通しも悪くなるので切り落とします。細い枝で葉がなく枝だけが残っているもの、昨年実がついた結果子は切り落とします。枯れた枝にも木は栄養を送り続けるので、体力を消耗したり病原菌や害虫が発生しやすくなります。枯れた枝は剪定していきます。カットするときは枝元から落とします。害虫のみかん、ハモグリガは主に若い葉に寄生します。この枝先の先端は食害による被害の状態で、白っぽい筋状の跡をつけるため絵描き虫とも呼ばれています。若い枝や果実にも寄生加害して海洋病菌の原因にもなることがあります。予防対策として枝から剪定しておきます。この枝もアゲハチョウの幼虫に葉を食害されています。放っておくと葉っぱがすべて食べられてしまうこともあるので、見つけ次第駆除していきます。枯れた葉などにも病原菌や害虫がつきやすくなるので、取り除いておきます。レモンは春から秋にかけて成長を続け、花を咲かせ続けます。6月以降に咲く花は開花や余分な結実で木の力を消耗させてしまうので撤荷します。
花芽を摘み取っていきます。摘果することですでに結実している実を充実させていきます。肥料は春から秋にかけて2から3回に分けて与えていきます。肥料を効かせ続けることが重要です。黄色く熟してからの果実を楽しみたいので12月頃まで待ってからの収穫とします。